パンチドランカー、パンチドランカー、デメンチアピュージリスティカ、DP と略すとは頭部への衝撃から生じる脳振動を起因とする神経変性疾患及び認知症に似た症状を持つ進行性の脳障害疾患のこと。また、そのような状態にある人間を指す、ボクサーに多く見られる疾患であること、最初に見つかった発症者がボクサーだったことから、慢性ボクサー脳症。 外傷性ボクサー脳症、検討価値法、慢性ボクシング外傷性脳損傷、パンチドランク症候群などの別症がある。最近の研究で、ボクサーだけでなく、アメリカンフットボールやアイスホッケー、プロレスリング、その他打撃系格闘技など繰り返し頭部へ衝撃を受けることのある、コンタクトスポーツのアスリートにも発症することが分かり、慢性外傷性脳症、 クロニックトローマティセンセファラパシークトと呼ばれるのが一般的になっている。認知症や神経変性疾患とは脳内で実際に起こるメカニズムが違い、頭部への衝撃による外傷が発症の起因となるなど異なる疾患であるが症状が似ていることに加え、死後に脳を解剖することによってしか最終的な診断ができないことから、これらの疾患と混同されることが非常に多い。 ボクシングを始めてから平均して15年後ぐらいに発症する選手が多く、ボクサーの約20%がトが患っていると言われている。頭部に強い衝撃を繰り返し受けることがパンチドランカーの危険因子になると一般的には考えられているが、頭部に衝撃を繰り返し受けているすべてのアスリートが発症しているわけではなく、2005年頃から本格的な研究が始まったばかりの疾患という、 こともあり、詳しいことはまだ判明しておらず、遺伝の可能性や被爆の程度など様々な研究調査が続けられている。格闘技におけるダウンは、いわゆる脳震盪が最大の要因である。神道とは激しく揺り動かす。激しく揺れ動くという意味で、脳震盪とは脳が頭蓋内で強く揺さぶられることを指す。脳震盪により大脳表面と大脳辺縁系及び。 脳幹部を結ぶ神経の軸が広い範囲で切断などの損傷を受けることでダウンが起こる。ボクシングは他の格闘技と比べて頭部へダメージが集中するためパンチドランカーに陥りやすいとされていて実際2015年1月30日に発表された米国クリーブランドクリニックを中心としたケングループが4年間にわたって収集分析した研究結果でも ボクサーは総合格闘家と比べて年齢に関わりなく全般的に結果が悪くボクサーの能容量は総合格闘家よりも小さく私的に遅れをとっていたと実証されたアルバータ大学が2015年11月に発表した試合後に選手が義務付けられているメディカルチェックを10年分総合格闘家1181人ボクサー550人を対象に再調査した結果でも 切り傷や念座などの軽傷を負ったのは、ボクサーの49.8%に対して、総合格闘家が59.4%と上回ったが、脳震盪や失神、骨折や目の損傷などの重傷を負ったのは、総合格闘家の4.2%に対して、ボクサーが7.2%と上回り同様に実証された。その理由については、ボクシングは、 攻撃が許されている範囲が頭部と胴体に限定されているため、ルール的に頭部へダメージが集中しやすい構造となっており、関節技やローキックなど頭部以外へダメージが分散される他の格闘技よりも頭部のダメージの多くなっていることや、特にプロボクシングは勝利のために相手をノックアウトすることを狙う格闘技あり、工業という観点からも派手なノックアウト勝利を 市場とする風潮が根強いためノックアウトを奪いやすい、頭部への打撃が多いこと、ボクシングは、試合時間、ラウンド数が、他の格闘技よりため、ダメージが蓄積しやすいこと、などが指摘されている。ボクシング、空手、キックボクシング、K1、総合格闘技、プロレスなどの格闘技選手に限らず、競技中に激しい衝突が起きるラグビー、アメリカンフットボールなどの選手、 落馬事故によって頭部への受傷を経験した競馬の機種、また、スポーツ選手以外にも、爆風で飛ばされた、兵士、家庭内暴力の被害者、ヘッドバンギングの経験者などにも、パンチドランカーの症状がられることがある。具体的な症状は、以下の通りであるが、同様に脳の機質的障害に近する、認知症の症状などにも類似した、各種障害や、 人格変化が現れることが往々にある。ボストン大学医学部のロバート・キャントラによる研究では、慢性外傷性脳症の重症度について4段階のステージを設定している。脳内で起こる症状選手生活を引退した後、数年経過して発症することが多い。これらの症状が悪化することによって、社会生活だけでなく、日常の生活でさえ著しく困難になる場合も、 パンチドランカーとその症状を避けるためには、周囲の証言を聞き出すことや、定期的な脳の検査、脳質拡大及び、白質の微慢性萎縮を続けることが必要不可欠である。どんな小さなサインも見過ごさないようにすることが悪化させない最良の手段である。近年では、多くの格闘技団体で、試合前後の脳の検査を義務付けている。脳への影響は打撃による、 累計的な損傷量、つまりダメージの蓄積が最も警戒すべき点であるとされている。それゆえ選手、競技者としてのキャリアが豊富かつ長期にわたるものや、激しいファイトを特徴とした選手ほど、最新の注意が求められることになる。最大の予防法は、脳にダメージを与えないことである。とは言っても、格闘技を行う以上、頭部へ打撃を全くもらわないというのは難しい。 ディフェンス能力を徹底して高めたり、スパーリングでは全力で顔面を殴らない。ヘッドギアを必ず着用する。キャリアが長期になるほど危険であるので、引退の時期を誤らないように注意することも重要である。数多くの NFL スター選手を筆頭に、NHL 選手、プロレスラー、MLS 選手、ボクサーのミッキー・ウォードなどが死後。 クト研究のために脳を提供することを表明している。現在のところ、技術的側面から生きている間の診断は不可能で、死後に脳を解剖することでしか最終的な診断ができない。2005年に初めてアメリカンフットボール選手の脳からクトが発見される。クトと診断された最も若いアメリカンフットボール経験者は17歳。 2013年1月までにアマチュアを含むアメリカンフットボール経験者50人の脳からクトが確認されており、そのうち33人が元 NFL 選手。2013年4月9日には約4200人の元 NFL 選手が脳浸透の危険性を隠していたとして NFL を告訴している。2009年に初めて、 アイスホッケーの選手の脳からクトが発見される。他に有名選手を含んだ数人の NHL 選手がクトと診断されている。2007年、妻と子供を殺して自殺した WWE のプロレスラー、クリス・ベノアの脳からクトが発見される。2009年、アンドリュー・マーチンの脳からクトが発見される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。